はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はこのワンホールさん対ユートピアさんの動画の最後なんですけども、タウンホール11の、これ私の中では結構新しいアタックなんですが、これ見ていきたいというふうに思います。でね、攻め手側、今回はワンフォーアオルさん側の攻撃なんですけども、冥王レディさんも名前からしてね、もう硬そうな村なんですけども、これ、宗谷さんが攻めてくださった。このね、編成っていうのがちょっと面白かったんで見てもらいたいというふうに思います。でね、編成は、これ、クイヒーに、ペッカボーラーを混ぜた、こういう編成なんですけども、これがね、結構刺さるんですよ。いろんな、ね、方が今回この編成を使っていて、タウンホール11 で結構ね、全開が出ていたんですけども、まあ、その中でも、宗谷さんのこの攻撃は結構、教科書的というかね、かなり安定してましたんで、ちょっと今回ね、動画に上げさせてもらいました。で、まずはクイヒーでね、目の前の施設をサイドカットを兼ねてこうやっていきます。で、突破口はここになるんですけども、サイドカット用にもう一方型からは、ババキンとネクロボーラーでこう進めていきますね。で、ババキンがタゲ取ってる間にネクロボーラーがこうね、壁の中側を破壊していって、で、真ん中にはペッカプラスボーラーを流し込んでいくという形ですね。で、ペッカが先行していって、で、クイヒーとこう合流しますんで、このペカヒーの形が出来上がりますよね。で、このペカヒーの後ろからボーラーがどんどんね、施設を壊していくと、いう格好になっているんですけども、これね、伸びるのかなと思うんですが、意外にこれがね、伸びるんですよ。で、バスターがゴリゴリジャンプを使っていても、バスターがもう先導して壁を壊していきますよね。で、それをペカヒーの形になったこのヒーラーがね、回復していると。で、片方、今別動隊で動いていたこのネクボー部隊もきっちり仕事をしてね、カットをどんどんしながら奥へ進んでいって、あれっと気がつくと、もう対角線の反対側までこのペカヒー部隊が届いているという形ですね。で、こうね、まっすぐ真ん中突破しちゃうと、後ろから、追随しているアシャクイも当然、死にはしませんし、中に入ったペッカもう突入が終わってから横の部隊にね、施設にこう攻撃を始めていきますんで、これで安定して全開まで伸びるということになりますね。で、本当にね、この編成ってよくよく考えると、理にかなってるんですよ。っていうのは、今じゃあね、ペッカじゃなくて、あれ全部ボーラーにしてもいいんじゃないの？突破兵器をね、持っていっているから、こいつを盾にしながらボーラーをいっぱい入れればそれでいいんじゃないかって思うかもしれないんですが、ボーラーってね、実はちょっとよく気をつけないといけないのが、レイジに乗っかると過剰に火力が出すぎて、1個の施設をオーバーキルしちゃうんですよ。わかります？壊した施設にさらに岩投げるみたいな。で、こうなってきちゃうと、ちょっとね、攻撃力の無駄遣いなんで、であれば、必要最低限、ぜひね、この編成見ておいてほしいんですけども、こういうね、最低限の数にボーラーを絞って、代わりにペッカを持っていくっていうことで、前にはペッカ、後ろからはボーラーというね、この攻め方のバランスっていうのがうまく取れる、そういう格好ができますんで、この攻め方はね、結構そういう意味では、ちょっとね、タップする手間はペッカ分増えるんですけども、ボーラーばっか持っていくよりはいいかなと思いますね。で、この編成っていうのは結構面白いのが、変化系ができちゃうんですよ。これ、リトさんがね、秀吉さんを攻めた攻めなんですけども、今度この編成を使いながら、これでもなくてよかったじゃないのって思っちゃうぐらいなんですが、ペッカでこうサイドカットをしながらね、中心部分にバスターを打っていって、ペッカをバスターに続けてこう入れてきますね。で、ヒーラーはもうこれは完全にペカヒーだけのために出してますよね。で、こっちは今ボーラー部隊を出しましたが、防ヒーにしようと思ったらちょっとボーラーが逸れちゃったというところですね。ただ、この攻め方見ていくと、真ん中ここですよね。バスターが穴を開けて回廊的な形でね、なかなかこの真ん中の発火の仕方に悩むと思うんですけども、この編成だと中に入っていた、バスターの中に入っていたペッカが真ん中をレイジに乗っかってこう破壊してくれて、で、ボーラーもね、一旦それかけたんですけども、戻ってきて、これでまたペカヒーではないんですけども、防ヒーの形ができていって、で、もう区画にね、沿ってこうペッカとボーラーが一気に入っていって、でも全開まで持っていくという攻め方ができるんですよね。で、そういう意味ではね、本当にこの攻め方というか、編成って
万能かもしれないですね。でこっちもこっちでね、今食い火の形になってヒーラーが、まあ、地味にいい仕事をこうしてるじゃないですか。こういう風にね、なんていうのかな、ペッカを先導させて後ろにボーラーとヒーラーをつけるということができると、各ユニットがこう多少ばらけてもね、ばらけてもそのいい形が崩れないんですよ。当然ペッカは先導する、でボーラーもね足はそんな速くないんでペッカを追い越すってことがあんまないんですよね。これバルキリーとかホグだったらあっさり追い越すんですけど、ボーラーは足が遅いからペッカを追い越さないんですよ。なんでペッカが先導する。で多少ねクイーンが取れたとしても、ヒーラーがクイーンについてくれたりすれば、こう食い火の形になって食い火が一気にこう別動態に化けますんでね、いうことで、これもこれで一個の戦術として成り立つような格好が、まあ、自然と出来上がるっていう意味では、この編成ってねすごい奥が深いけど、割とそのなんて言うんだろうな、単純に使うことでも、自然とねいい結果を出してくれる、そういうね、すごい奥深いというか、なんて言うんだろうな、その広がりのあるね戦術なんじゃないのかなというふうに思いますね。これはもっともっとねこの戦術、まあ、編成を使い込んでいってね、あこんな風にも展開できるんだっていうのを調べながら見つけながらね遊んでみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、もし今ねタウンホール11で編成ちょっと迷ってるなっていう方は一回ねこれ試してみてもいいと思います。すごいねなんていうのかな、自分のちょっとしたミスなんかをカバーしてくれる、そういう柔軟性のある戦術なんで、ぜひお試しいただければというふうに思います。はい、というところでね、本日はこの辺りで失礼したいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。で最後になりましたが、今回、ワンフォーオールさんと、ユートピアさん、本当にね記念対戦で、驚きの、ま、奇跡のマッチング、本当に盛り上がる対戦、私もそこに参加させてもらいましてありがとうございました。このねイベントでこう出会った方々とのご縁を、まあ私個人としても、関西クラクラクラブとしても、大事にしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、では、本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。